大学2年生です。自分は今まで勉強や部活など努力せずに生きてきました。最近 DAIGO さんの動画を見て今の自分を変えたいと思い、まず読書から始めてみました。携帯を触ってるよりも本を読んで DAIGO さんの考え方など資料が楽しいし、面白いことに気がつきました。しかし友達に読んだふりしてるだけだと言われました。今の時代の人、過去若い人は読書ではなく携帯を触ってる人が多いので、読書している人が浮いてしまうんじゃないかと思います。どう思いますでしょうかと思います。いや、むしろ良くないですか？僕だから、世の中の人たちが実は本読まなくなってるの、本好きな人って嘆くじゃないですか。僕ね、性格悪いんで、本読んでる人が減ったことに対してちょっとニヤッとしちゃうんです。これなんでかっていうと、本ってね、情報のインプットだと思ってる人がいるんですけど、違うんですよ。読書ってアウトプット行為なんです。本を読んでる間に分からないことがあった時に自分の知識をアウトプットして、それで理解したりとか、何とこれは似てるかなってことを考えたりとか、いやこれは違うでしょ、いやこれはすごいな、これはもっとうまくできるんじゃないのっていう風に本とディスカッションしながら本って読むんですよ。つまりどういうことかっていうと、みんなが本を読まなくなって携帯から情報を取り入れればいいやってなった瞬間に、本を読む人は勝ち組なんですよ。本の内容をダイレクトで脳にインストールして、それが使える状態になるって時代になるまでは、本を読む人は必ず勝ちます。はい、僕がその証拠です。僕本しか読んでないもん、なんなら。DAIGO さん、いろんな人と会っていろいろ勉強して人脈を待ってとか言われるでしょ。みんな言うんですよ、やっぱ人脈とか人と会うことが大事だとかね、ビジネスでも人と人とか顔を突き合わせて切磋琢磨していくのがっていう人いるんですけど、僕全然切磋琢磨どころか人に会わないんで、そう、会う必要はないですよね。本で十分、本読んで自分の頭で考える方がはるかに高みにいけるので、はい、本読んでる人が少ない現在こそ本読んだら勝ちですよ。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録も忘れなく。それではバイバイ。